抑えてない。だって軽いから風で倒れそうな。あのアタックさんの磁石いいっすよ。あれいいよ。そう。上がってきました。ホテルゼブラ76、愛知ホテルゼブラ76どうぞ。沖縄 IC228、 こちらは愛知ホテルゼブラ76、愛知ホテルゼブラ76、愛知ホテルゼブラ76どうぞ。キロ30。行こうか。沖縄 IC228、 こちらは愛知ホテルゼブラ76、愛知ホテルゼブラ76どうぞ。負けまくってんじゃん、ゼブラマン。電池ある？そのリグ東大だから。どうやって見るだった？キャリア握ればいいの？そう。まあ微妙にある微妙にある電池買えないですか？愛知ホテルゼブラ76、愛知ホテルゼブラ76どうぞ。ダメだ。諦めた。諦めた。ホテルロメオ420、長岡 HR420 ポータブル2どうぞ。こちらは長岡ホテルロメオ420、長岡ホテルロメオ420、長岡 HR420 ポータブル2どうぞ。了解です。沖縄 IC228、 こちらは長岡ホテルロムユ420、岐阜県レポート5353、5353、5353を送ります。沖縄 IC228、 こちらは長岡 HR420、 5353どうぞ。IC228、 こちらは長岡ホテルロムヨ420、レポートは5353、5353、5353のレポートを送ります。沖縄 IC228、 5353です、どうぞ。マジか。聞こえなくなったんだけど。どうした？下げたの。聞こえなくなっちゃったよ。下げた。
落ちちゃったっすね、これ。これもうこれっきり聞こえなくなるパターンかもしれない。やめてくださいよ。この寒い時に。どうしようもんだよね、直前まであんだけの強さで来てたのにさ。だからグーって来た人んだよ。それがさ、電気そう面白いよね。その直前数秒前までさ、パスができてるのにいきなり聞こえなくなるよ。不思議でしょうがないわ。モーチャンネルをご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルではライセンスフリーラジオをはじめ、アウトドアで遊ぶ無線趣味の紹介を中心に、いろんなことをねやってます。結構ふざけたこともね、いつもやってますので、興味がある方はぜひチャンネル登録の方をお願いします。また動画の情報とかその他ね、日々の情報はツイッターの方でも発信してますので、アット長岡 HR420 で検索していただくか、説明欄にあるリンクからツイッターの方もチェックしてみてください。またブログもやってますので、ヤフーブログ、説明欄の方にこちらもリンクを貼っておきます。それでは次回またモモチャンネルでお会いしましょう。